ケイリン号事件は1938年8月24日に中国の民間旅客機が日本海軍機によって撃墜された事件。史上初めて民間航空機が敵対国の軍用機によって撃墜された事件で乗客乗員合わせて14名が死亡した。民間機の機長はアメリカ人で残りの乗員乗客はすべて中国人であった。民間機が撃墜されるということは 当時前代未聞のことであり、事件に対して国際的、外交的に怒りの声が上がった。アメリカでは本事件が後押しとなって日中戦争において道徳的に誤っているのは日本の方だとする見方が固定化したが中国側の嘆願をよそにアメリカが日本に対して行動を起こすまでには至らなかった。ケイリン号は後に 川底から引き上げられて修理され、重慶号と名を変えて、再運用されたが、2年後再び、日本軍機の攻撃に相撃破されている。事件当時の日中関係は1937年7月の、六甲橋事件以降戦火が拡大するさなかにあり、1938年6月に、午前会議で、観光、関東攻略が決定され、武漢作戦が開始された直後でもあって、 カナン一帯は日本軍側にとっては作戦地帯であった。中国発の民間航空会社である中国航空公司所有の DC- に K-LINGO は1938年当時パンアメリカン航空の機長が登場し、運航管理もパンアメリカン航空のアメリカ人らによって行われる契約で運航されていた。実験当日は英国領香港から武漢を経由して、 香港の北西およそ 1200km にある四川省成都に向かう定期便が運行予定であった。搭乗旅客数は14名で、乗員として、客室乗務員、無線士のラテルアキ、副操縦士のリュウタカ氏、機長のヒューレスリーウッズの計4名が搭乗していた。ケイリン号は8月24日午前8時4分に、香港を離陸、同8時30分に、 中国領空内に侵入した。この時、ウッズ機長は、機長自身の見立てによれば、攻撃体制にある、日本軍水蒸気発揮の機営を認めた。ウッズが機体を旋回させて、うん積みの中へ、回避行動を取ったところ、日本軍機は突如攻撃を、開始、日本軍側の意図が明らかとなった。D-2 は、非武装であったため、ウッズは機体を急降下させて、 不時着可能な地形を探したが、雲の下は、あぜ道が縦横に走る一面の水田地帯であった。ウッズは、なんとか、川を見つけ、一人の負傷者も出さず、機体に傷もつけない、完璧な不時着水を行った。だが乗客乗員のうち、泳ぎができるのは、ウッズただ一人で、着水したケーリングはすでに上空を旋回する、日本軍機から丸見えのところまで流されていた。 日本軍機が機銃掃射をかけてきたとき、川岸に使われていない小船を見つけたウッズは川を泳いで船を取りに向かった。泳いでいる途中何度も機銃掃射を受けたものの、弾は一発もウッズには当たらなかった。岸に着いたとき、機体はすでに下流遠くまで流されてしまっており、さらに機銃掃射によって穴だらけであったため尾翼部分を残して、すでに沈みかけていた。 日本軍機は1時間ほど攻撃を続け、やがて現場を飛び去っていった。生存者は、ウッズと無戦士のラテルアキ、そして負傷した乗客の老長年の3名のみであった。死者には、女性2名、5歳の子供と赤ん坊も含まれており、犠牲者の中には13発もの銃弾を受けた者も、あった。死亡した、交通銀行総工当事長、古筆公日本軍機が、 ケイリン号を撃墜した理由は中華民国初代臨時、大総統、孫文の一人息子孫家を暗殺しようとしたものではないかとの見方がある。しかし、実際には孫家はケイリン号に登場しておらず、同じ日に別の航空会社の便に登場していた。孫家はこれを秘書が誤って別の便名を公表してしまったと釈明しているが、これは自身の身の安全のため、 意図的に別の便名を公表して結果的に、ケイリン号を犠牲にしたものではないかとも憶測された。ケイリン号が、なぜ撃墜されたかついて、日本政府は公式には何も認めていないが、一方でこれ以降戦争空域を飛行する、民間機の安全は保障しないと述べている。日本の外交当局は、挙動不審な航空機は撃墜するのではなく、追尾するようにとの声明を出している。 当時の日本語新聞、香港日報は、孫川、は、攻撃対象であったと認めたが、我らが、表しは池取りにするつもりであるとも報じている。死亡した石膏工業銀行総経理、女神六この事件で、交通銀行総工当事長であった古筆講や、石膏工業銀行総経理の女神六、中華民国中央銀行幹部の大坂井、マグサラ3名の著名な、 中国人銀行家が死亡した。中国銀行界にとっては多大な損失であった。ケ l i n 事件は、史上初めて民間航空機が敵対国の軍用機に撃墜された事件であった、ことから広く報道された。ケ l i n の悲劇と題されたニュース映画が話題となり、香港では何週間にもわたって上映された。このニュース映画では、ウッズ機長のインタビューと、バラバラになった機体、期待。 チリ散リになった郵便袋、無数の弾丸を浴びた遺体が映し出された。事件の後、中国航空講師や他の航空会社は、当時ドイツで開発された無線電波により、目的地までパイロットを誘導する、現在の軽機着陸装置にあたるローレンツビームローレンツビームを導入して、中国上空での夜間飛行を行うようになった。事件に対して、 国際的にも怒りの声が上がった。アメリカでは本事件が後押しとなって日中戦争で道徳的に誤っているのは日本の方だとする見方が固定化したが中国側の嘆眼をよそにアメリカが日本に対して行動を起こすまでには至らなかった。9月6日にはドイツと中国の合弁企業は航空講師の旅客機が香港から雲南省へ向かう途中入収市付近で 日本軍機の攻撃を受けるという事件も発生している。同社は、ケイリン号事件の後、観光へ向かう便をすべて運休していた、重警号に登場して死亡した。建築士、協梁技術者の千マサーか事件後、ケイリン号は、川底から引き上げられ、修繕を受けて DC、DC-2 期体番号39、重警号として、再度運用されることとなった。 乗客が不吉に思ってこの機体を避けることのないよう、元、軽 l i n 号であることは伏せられた。1940年10月29日、アメリカ人機長、ウォルター・フォクシー・ケントの操縦する乗客9名、乗員3名を乗せた重軽号は燃料補給のため雲南省郊外にある、戦役飛行場に着陸した。だがこの時飛行場は、重軽号着陸の数分前に、 日本軍の攻撃を受けており、攻撃を行った戦闘機は未だ状況旋回中であった。日本軍機は DC-2 の着陸を認め、動きを止めたところに攻撃を仕掛けてきた。最初の攻撃で、ケント機長が銃弾に倒れ、残された乗客乗員たちは機体からの脱出を図ったが、回期内で撃ち殺されるか、飛行場を走り抜けようとしたところに、飛重装車を浴びた。 攻撃の結果、乗客7名、乗員2名の、計9名が死亡。元軽輪号である重警号は爆発して、炎に包まれ、二度と再び空を飛ぶことはなくなった。2年前の軽輪号事件の時とは違い、第二次世界大戦の影響で民間機が攻撃を受けることは珍しくなくなっており、重警号の事件は1週間ほど地元で報道されたのみで、国際的な事件とはならなかった。 中国航空講師にとって日本軍の攻撃により被害を受けたのはケイリン号事件に続き二度目のことであった。重慶号の事件で死亡した千マサーカはアメリカで教育を受けた中国人建築士であり、橋梁技術者でビルマ航路に架かる橋の建設にも携わったが、死後中国政府はその功績によりビルマ航路の橋をマサーカ橋と名付けたという。ありがとうございます。